皆さんこんばんは、浜屋の剣持です。本日ご紹介させていただきますのはこちらの方、オークリーのオプサルミックフレームクロスリンクをご紹介したいと思います。こちらの方なかなかかっこいいフレームなんですけれども、オークリーのサングラスと同じ素材、オーマターで作られているという非常に軽量のしなやかな素材をした、採用したアイテムになっています。こちらの方カーブ若干あるかなというところなんですけれども、4カーブないレンズが搭載されてますので、通常のレンズ使用していただけるというアイテムです。このアンオブタニウム製のノーズボムとイヤーソックもついてますので、非常に掛け心地のいいというアイテムになっています。まず掛けたところもですね、ご覧いただきたいと思います。レンズサイズ結構大きめに取ってありますので、視野も広くてですね、なかなかかっこいいアイテムになっています。このグリーン結構鮮やかなんですけれども、まあ髪の毛でちょっと隠れるかなというくらいの状態になっているんですが、なかなかかっこいいアイテムに仕上がっています。また他のカラーもですね、こちらの方サテンブラックという艶消しの黒のフレームにブルーのイヤーソック搭載のアイテムです。こちらの方もですね、まあブルーちょっとチラリ見えるという、そういう差し色的なカラーのアイテムになってます。非常にかっこいいアイテムです。こちらの方のクロスリンクなんですけれども、実は結構特徴のあるアイテムになっています。今季非常に注目度の高いアイテムなんですけれども、スポーツシーンとですね、ビジネスシーンどちらもクロスして使っていただけるというデュアルスタイルのアイテムになっています。どういうことかというと、このテンプルがですね、簡単に交換できます。どのようになっているかなんですけれども、この内側のところのグレーのパーツをですね、押し込んでいただくと、ここのパーツが浮き上がるようになってまして、このまま折ると実は簡単にテンプルが外せるようになっています。こちらの方ですね、取り付けも同様にですね、開いた状態でここに差し込んだ後にここを閉じていただくと、これでテンプルが交換できるというアイテムです。逆側もですね、こちらを押し込んで開いた後にこのようにすると簡単に外せます。同様にここを押し込んで広げた状態で、こちらの方を、刺していただいて、ここを閉じていただければこれで交換が可能になるというアイテムです。オークリーの中でも結構リーズナブルな価格帯に設定しているという、嬉しいアイテムなんですけれども、他にもですね、こちらの方サングラス同様のケースがこちらの方付属して、中にはテンプルが収納できるポケットと、マイクロクリアバッグ収納できるポケットが付いているという、そういうケースが付属されます。このように持ち運びもできるというアイテムにもなってますので、非常に楽しいアイテムになっています。本日ご紹介させていただきましたのは、ビジネスに、スポーツに両方のシーンで使っていただけるというオプサルミッククロスリンクです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。